Inter FM 897 Music is Music 増山コムです。牧村健一です。三島豊明です。294回目の Music is Music、 今日はゲストに大貫妙子さんをリモートでお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大貫妙子です。まずは1曲お聴きください。大貫妙子さん2002年のアルバムノートからスノー。はい、今日はゲストに大貫妙子さんご本人をリモートでお迎えしているんですが、長い大貫さんのキャリアの中でも今回は2000年代の大貫さん特集という感じになると思います。はい、そして、この曲は、山源というアコースティックギターデュオの名手たちですね、小倉弘和さん、佐橋義行さんとの、コラボレーションだと思うんですけど、ちらっと伺ったところではこれ2002年に出たアルバムですけど、その前の年にあった、はい、つい先日20周年迎えましたけど、アメリカの同時多発テロがちょっと絡んでるっていうふうに伺ったんですけど。そうですね、はいはい、そうなんですよね。このノートっていうアルバム以前は本当に海外レコーディングが多くて、まあ個人的な理由にというか、まあミュージシャンのこととかも含めてなんですけど、それでちょうど最後のアルバムが、まあ、フランスとかの人たちとか、アンサンブルっていうのが2000年に出ているんですけど、ちょうどパリに1999年あたりまで住んでいて、ずっとじゃないんですけど、行ったり来たりしていて、それで、なんていうんですか、エッフェル塔にカウントダウンで、その2000年が来るっていう、それを見たときに、そっか、これから世界がね、戦争のないような平和な、年になってくるといいななんて思いながら日本に戻ったんですね。日本に戻ろうと思ったんです、もうそれもあって、それで作ったアルバムが、ノートというアルバムなんですけれど、はい、でそれはもう、まあ、それまではもう海外のミュージシャンがすごく多かったんですけど、日本人のミュージシャンで変な話ですけど全部作ろうというふうに決めてできたアルバムなんですよね。レコーディングに入った時にこのアメリカのテロがあって、でそれで、中断してしまったんですよね、やっぱりレコーディングが、まあ、誰もがそうだったのに、もう精神的にもうやりきれないというか、うんうん、音楽なんかもとても作る気持ちになれないのがあって、いつになったらこの世界は平和になるんだろうっていう思いも込めて、あともう亡くなったたくさんの方に対しての鎮魂の意味で書かせていただきました、スノーという曲です。はい、そして大貫さんとはお付き合いも長い牧村さん。はい、大貫さん、お久しぶりです。お久しぶりです。はい、山源とはずっとお付き合いがあって、去年も今年も、はい、八ヶ岳でコンサートをおやりになってますよね。そうですね、はい、やりました。私、山源と3人でツアーも回ったことがあるので、だいぶ昔に。2000年代ですか、やっぱり初めの頃。いつだったかな。多分このノートに入っているレコーディングが終わった後ですよね。そうかもしれない。はい、それで、その時にどうしてまた山源もう一回二人でやりなさいと言ってですね。大貫さんの命令だったんですね。それでまた一緒に三人でやろうよっていうこともうちょっとはきっかけになったと思うんですけど、それでやってた時なんかも。はい、わかりました。どうもありがとうございました。はい。大貫妙子さん&小松亮太さん、2010年の楽曲、愛しきあなたへ。はい、今日は大貫妙子さんご本人をリモートでゲストに迎えしていますが、この曲は2014年10月から12月、NHK ラジオ深夜便とのタイアップで、バンドネオン奏者の小松亮太さんとの作品でした。小松さんとの行き来っていうのは、小松さんのコンサートにも大貫さんゲストに出て、大貫さんのコンサートにも小松さんを招いたりして、行ったり来たりのお付き合いがこの頃から始まりましたよね。そうですね、最初に参加していただいたのは、はい、2000年のアンサンブルっていうアルバムに、はい、の中のエトランゼっていう曲があるんですけど、はい、その時に小松さんにそれを弾いていた、その曲を弾いていただいたのがきっかけなんですけどね。それでですね、この愛しきあなたへってどういう歌にしようかなと思ったんですけど、ちょうどうちの母が2012年に亡くなって、まあ、その思いも母への思いを込めて、誰しもがその自分の親との別れっていうのがあると思うんですけど、そんな思いを込めて作った歌なんです。
小野木妙子さん、ランデブー、2016年のシンフォニックコンサートライブバージョンです。今日は小野木妙子さんご本人をリモートでゲストに迎えしています。牧村さん、これは87年アフリカ動物パズルっていうのが、はい、ハニミオさんの映画のサントラってことですか、一番最初は。映画っていうか、そうですね、DVD だったか、あの頃は、なんて言うんだろう、ビデオ？ビデオ、ああ、あと、レーザーディスクみたいな。そうです、そうです。彼女のお父様、ハニスムさんはアフリカによくいらっしゃってて、はい、で彼女も子供の頃からよくアフリカに連れてってもらったっていうことで、彼女がフィルムを回して、そういうアフリカの映像とサントラを作りたいということで私に声をかけてくださったので。大貫さんの本で神様の目覚まし時計の中に書かれてますよね、はい、アフリカ、南極、ガラパゴス、もう世界中もうそれ野生動物ばっかりですけど、うん、このサントラを担当したのが、はい、若き日の、千住明さん。そうです、そうです、メインテーマですね。ええ、ええ、それで、はい、その千住明さんが実はシンフォニックオーケストラのアレンジと指揮をやったということですよね。そうです、そうです。オーバーチュアだけでも感動しちゃいましたよ。ええ、私も感動しました、シンフォニックコンサート2016っていうので、はい、で実はこのシンフォニックコンサート、うん、ひょっとしたら今年中に作品集というか DVD 化されるという噂もありますね。絶対すると思います楽しみにしてます。はい、はい、お待ちください。はい、念のための補足ですが、シンフォニックコンサート2016年は DVD プラス CD という形ですでに発売になっていて、去年の2020年12月のシンフォニックコンサートはライブ映像とともに今年2021年の年末に発売される予定です。三島豊明の A Piece of Sound、 コーネリアスのサウンドプログラマー三島豊明が毎週あるお題をもとにサウンドロゴを作ります。今日のお題は山口紗友子、では聞いてみましょう。三島さん、はい、エイジャあれですよね、スティーリーダンのアルバムで山口紗友子さんがジャケ写というかモデルになってるやつですよね。そうですね、はい、1949年9月19日モデルとして活躍された山口紗友子さん誕生日。大貫妙子さん、2021年の映画サイダーのように言葉が湧き上がるから山桜、はい、今日は大貫妙子さんご本人をリモートでゲストに迎えしてきたんですが、たまたまこの映画の脚本をやっている佐藤大君っていうのを僕も30年前ぐらいからよく知っていて、まあ、彼の関わってる作品って割と、ロボット同士がガチャーンとなったりするのが多いんで、私あんまり見てなかったんですけど、この映画は本当素晴らしくて、特に大貫さんの楽曲がなんて言うんでしょうね、まあ、あんまりネタバレしちゃいけませんけど、映画全体のこう狂言回しになってるというか、あの推理物になっ て、そのネタなんですよね。でそれがこう使われるところがもう大感激しまして、あ、やっぱ大貫さんの曲でよかったなっていうふうに思いました。いや本当にありがとうございます。やっぱりなんか70年代風のオーソドックスな曲にしてほしいっていうのが監督の希望だったので。牧村さんと監督ともお話しされたんですね最近。はい、あの佐藤大さんと石黒恭平さん、監督の石黒さんとあのドミューンっていうところで、うんうん、対談しましてね。で石黒さんはね、もう大貫妙子ファンのもう極致なんですよこの曲を頼みに行く時に、最初は詩だけ頼みたかったんですよね、大貫さん。そうだったかな、うん、はい、そしたらその映画の内容、脚本を多分台本をあの大貫さんに渡してたんだと思うんですけども、大貫さんの方からこれ歌私やらなくちゃダメでしょうって言われて、うんうんうん、まさかってもう大感激してその瞬間にこう固まっちゃったらしいですよいやそんな、いや私は素直な気持ちでそう言ったんですけどであの楽曲が泣いてる時にもう周り中みんな涙流してるんですよ、うんうん、感動して、
監督とお話ししているときに、まあ、どんな内容かっていうことを聞いて、はい、まあ、音楽っていうのは本当になんかこう魔力を持っているじゃないですか、はい、誰にでも一つの歌とあるいは曲との出会いが必ずあると思うんですよね、うんうん、はい、でそれっていうのはこう世代を超えて生き続けていて、今ってたくさんのものが溢れるように通り過ぎていく世の中、世界ですよね、はい、だけどその出会いっていうのはそこしか見えないくらい巨大な虫眼鏡でこう引きつけられるみたいな自分の心の中に、で出会ってしまったっていう運命だと思うんですけどね。でそういうものをですね、持ってきても、で若い頃の志をね遂げることが叶わなくても、はい、で監督には例えば夢を諦めることも勇気なんだよっていうことを私は言ったんです。なるほどね、本当にそうですよね、なかなか大変なことだけど、うん、だって、うん、でそんな経緯でできた曲ですね。はい、ありがとうございました。はい、で、2000年代の大貫さん特集をやったんですが、はい、最後にですね、1980年頃に急激に戻りますが、はい、バーニー・グランドマンによるマスターリングが行われたミニオン・ロマンティック・アバンチュールという3枚が SACD 化されるんですよね。11月10日発売ってんで、再来月ですね。もう牧村さんに本当にお世話になっているアルバムなんかね、照れくさいんですよ。このレコードは僕の生涯にとっての自慢でもあり、なんていうのか、忘れられないレコードなんですけど。そうですね、やっぱりやり直したい歌とかいっぱいありますけどでもやっぱりなんていうの、でもすごくこの辺のアルバムは今若い人たちに聞いていただいていて、はいはい、なんか70年代を掘り返せみたいなことになっているみたいなんで。そうですね、ものすごく評価が高いんで、僕もね嬉しいですよ、正直言って。時代ってこんなに経つとこんなことが起きるんだなって正直思ってしまいますけど。電話の声なんですけども、大貫さんの声若いね。そうですか、すごい若いということで、はい、ゲストに出ていただいてどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お声かけてくださって。これが、僕がゲストを招いてお話をする最終回だったんです。そうですか、光栄ですが残念ですね。いえ、それで最終回にはぜひとも大貫さんに出てほしいなと思った、うん、夢が叶いました。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。5年半にわたってお楽しみいただいた Music is Music は2021年9月末で終了します。10月からは新しい番組5年後の未来をテーマにした5 Years Radio が始まります。MC は引き続き私増山コムとキュレーターの内田真帆です。お楽しみに。